踊る秋田2日目。韓国、台湾、日本の3カ国6組のダンサーたちが公演を行う。この日はとりわけ個性的なダンサーたちが集まった。秋田でやるなんて知らない、びっくりしちゃって、でも絶対出たいと思って、で探して、で応募して。篠平賢治は普段ドイツで活躍する若手ダンサー。このフェスティバルに参加するために遠路ヨーロッパから秋田へとやってきた。僕はダンスのことよくわからないので、そのなんかジャンルとかテクニックとか流派とかそういうものが全くわからなくて、ただ自分がやってることはダンスだっていうのはすごくよく理解してて、だからただダンスとして楽しんでいただければ。神様からきっとダンスをもらったものだと思うので、だからそれを信じようと思ってダンスをとにかく信じて、だから一生懸命サボりたくなるんですけど、いつも毎日朝早く起きて起きたくないのに寝たいのにレッスンしてヘトヘトになって、なんでかっていうとやっぱりお客さんの前で踊るためなので、それが今日なので、もう今日のために生きてるので僕は毎日。だから本当に今日はすごく特別な日なので、自分で言ってて緊張してきましたけど頑張って踊ります。本当、本番前のリハーサルが始まる。ガーデンコールで、僕が、はい、ゆっくりでいいです。カーテンコールで僕がもうこれ拾って、篠平のリハーサルを見てひときわ緊張を高めていたのは、この日5番目に踊る下島レーザー。超面白かった。面白いな。疲れんだな。それそうか。超面白かった頑張りますわ。独特なテーマ性と大胆な表現が観客を引きつける。彼女も注目される若手ダンサーの一人だ。あんま寝れなかったです。マジですか。すごい考えちゃった。夢も見ちゃったし、なんとなくこう東京のコンペティションとなんか違いそうだなと。であと自分が鹿児島生まれで、田舎っていうの、田舎というかでもあったから、やっぱこう地方でこういうことが行われるっていうことですごく感動したんですよ。つけまつげのノリでこうこれじゃなきゃダメなんです。ちょっと周りを全部固定していって、おむつを履くだけです。大人用のおむつ。もうやるしかないですもんね。私自分がどう転ぼうとお客さんにはそれが初めてだから、それにしか見えないし、だからここで起こる体というか出来事を自分が受け入れようっていう感じ。ダンスは手段だっていうふうにいつも言ってるんですけど、ダンスを利用してこう仲良くなりたいと、人と出会っていきたいと思ってるので、だからお客さんにはなんかこう人として見てほしいなと、なんていうの、人として忘れられない、記憶に残る、人間味あふれる作品に見えたらいいなというか。場所いいですか。はい、どうですか。やっぱ見えないかな。やっぱり一番いい場所に置いてもらって、幕の段取りはこっちの方で撮るので。This year, we keep attending the international festival, not just like in Japan, but like for example, in July, we were in France. So in this festival, I met a lot of friends, and then so everyone is like
We are like really good friends, and we can talk about art, talk about dance. And although our language is not common, but everyone is just like really happy here, and I really like Akita City. For the festival, it's not nervous, but it's exciting. Yeah, for all of us, all the dancers. Excited to meet the other team from Korea, from Japan, from Taiwan. Yes. 지금도 오자마자 이제 다른 데 그 안 다니고 호텔에서 혹은 밖에서 저만의 개인의 시간을 계속 갖고 있거든요. 그만큼 네, 이 작품을 최대한 집중해서 네, 표현을 하고 싶은 마음이 제일 큽니다. 그냥 사실 우리 작품 얘기가 누구나 다 이해할 수 있는 그런 남녀간의 이야기이기 때문에 그냥 조금 저희랑 비슷한 또래의 사람은 그냥 현재나 아니면 그 현재를 그냥 현재 연인에 대해서 생각해 볼 수 있을 것 같고 또 오래된 좀 나이 드신 분들은 좀 과거를 회상할 수 있는 시간이 되길 바란다. 나ぜ踊るのか、何を伝えるのか、目指すべき場所はどこなのか、それぞれの思いを乗せて踊る秋田2日目が開幕する。 Thank you all for coming to the second Baku Ishii Tatsumi Hijikata Memorial International。 ダンスという規制の枠を超えて魂が身体表現となる瞬間。トップバッターは韓国のグループ。彼らの作品は実はソウルで行われたダンスフェスティバルで踊る秋田賞を受賞。今回特別枠で参加している。それに続き次々とダンサーたちがステージへと上がる。20分間という限られた時間の中でダンサーとしての全てをぶつける。終わった。どうだった？楽しかった。どうでした？いや、楽しかったです。もうあんまり覚えてないけど、すごい。ああ、気持ちよかったです。Are you smart? ひときわ緊張を見せていた下島にもついに出番がやってきた。入ったゆえにやすなわちあの世の存在パンチュ、おパンチュ、おパンチュ、おパンチュ。
しかったです。楽しかった。あとはもうどうお客さんが見たかですね。でもなんかまた東京でやるのとは違う反応が、笑っていいのかなみたいな。ああ、わかる、その気持ちみたいな感じですよね。こうして踊る秋田2日目が幕を閉じた。いよいよ明日は最終日。泣いても笑っても土方辰巳記念賞を手にするのは一組だけ。